こんにちは、山崎健吾です。今日はブリーチの粘性の違うもの2つのおすすめの使い方をご紹介していきたいなと思います。で、今日ご紹介するのはシュワルツコフさんから出ているクレーのブリーチ、硬いブリーチですね。これが白い粉になります。で、もう一つがシュワルツコフさんのファイバープレックスブリーチ、こちらが青い粉になります。この2つの使い分けをご紹介していきたいなと思います。で、基本的にこの2つの大きな違いは粘度です。硬い方と柔らかい方、クレーのブリーチの方が硬く、薬ができていて、ファイバープレックスブリーチの方は柔らかく塗れます。じゃあ実際にちょっと塗布をお見せしながら、どういう時にこっちを使う、どういう時にこっちを使うっていう風にご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ実際に2つのブリーチを混ぜてみたので、これをこの黒い画用紙に塗ってみます。で、最初にファイバープレックスブリーチの方を塗ります。こっちの方が少し緩いので、まあ、伸びがいいような感じですね。次にこのクレイブリーチの方ですね。こっちの方がファイバープレックスブリーチに比べて硬いので操作性がいいような感じになります。で、この2つのブリーチを、どう使い分けるかっていうと、こっちの方が硬くて操作性がいいです。なので、例えばブリーチのリタッチとか細かいハイライトとかバレイヤージュとか、ここに狙ったところにちゃんと乗ってほしいっていう時は、どっちかっていうと粘性が硬いブリーチの方がやりやすいです。こっちの緩い方だとどういう時に使うかっていうと、例えば前頭ブリーチとか毛先のグラデーションカラーとか幅広い面積を一気にこう塗りたい時は、粘性が緩い方がムラになりにくいんですよ。なので、そういうシチュエーションではこの緩い方を使います。で、硬さの使い分けを基本的にそのような感じですね。あとはこのクレイブリーチの特徴として、リフトがゆっくりです。こっちの方が塗った時にスコーンと抜けていくんですが、こっちのクレイブリーチは、時間の経過とともに徐々に抜けていくような印象です。なので、例えばこっちで塗ってしまうと一気にこうリフトアップが早く行き過ぎてしまって怖いなという時に、こっちで行くと比較的ゆっくりリフトしていってくれるので、狙ってる明度で止めやすいっていう使い方もあります。なので、それらをこう複合的に考えて、今回のお客様の髪質でどのぐらいリフトさせたいからどっちを使うっていう使い方でも、いいのかなと思います。まとめとしては、粘性の違うブリーチが2種類あるので、基本的にはこの硬い方は操作性、細かいコントロールをしたいとき、緩い方は塗る面積が大きくて一気にバーッと塗りたいときで、基本的に使い分けてあげるとやりやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってみてください。